マダラヒタキとは、スズメメヒタキ科に分類される鳥類の一種である。体長は12から13.5センチメートルで、重量は9から17グラムである。三列風切り葉の円、外側のお刃の先端を除き白色である。成長は、体下面が白く、体上はらは、オスは黒色で、メスは灰色である。第回冬は、成長に比べば食がかかり、 翼と、オハは、黒色味が強い。主にヨーロッパから中央、シベリアまでの地域、アフリカ北部で繁殖し、西アフリカで越冬する。日本では1991年に、石川県ヘグラ島で、2006年には、宮城県で観察された記録が2例ある。主に森林に生息している。新葉樹林よりも落葉樹林を好む。他に、 低木地、サバンナ、農耕地、都市部にも生息する。主に昆虫を接触しているが、他の無脊椎動物や果実も接触する。ヨーロッパでは4月下旬から6月下旬、アフリカ北部では6月上旬までの期間で繁殖する。地上1.8から10メートルの樹木、壁、建物の穴などに、枯葉、植物の茎、苔、根、層、紙、羽毛などで巣を作り、 三から十個の青い卵を産む。卵は、メスが放卵し、十三から十四日で孵化する。孵化するとオスも子育てを手伝い、十二から十七日間は、巣で子育てをする。子育ての期間の終わりには、一時間に二十回ヒナに、給仕し、巣立ち後もヒナは、短い期間は親に依存する。日本で観察された個体は、この足とされている。 通常は4から8個の卵を産む ABCD、小 ISD、ハビタット、オアゾウミドダット、MNHN、フィッシュプロジェクト、ゴベムッシュノワール、フィッシュダラハイポルカ、インプン、2020年4月26日閲覧。永井雅人、鳥くんの比べて識別、野鳥図鑑670分1総合出版、ピアニッシモ、 155 ISBN 978から4から 829972106ABCDEF バードリフ・インターナショナルフィシダラハイポルカ IUCN レッドリスト・オブ・セレクト・ンド・スピーシーズバージョン3.1インターナショナル・ユニオン・フォー・コンサーベーション・オブ・ネーチャー2020年4月26日閲覧やたたかし日本初記録のマダラヒタキの観察 日本野鳥の会。ピアニッシモ、356。2020年3月26日、閲覧。斎藤亮、宮城県におけるマダラヒタキの観察。日本野鳥の会。2020年4月26日、閲覧。ABC、HBW アライブフィッシュダルハイポルカ。HBW、2020年4月26日、閲覧。日本産鳥類記録リスト。 日本庁学会誌 53115http コロンスラッシュスラッシュ orni-thology.jp スラッシュ i-i-n-k-a-i スラッシュ記録スラッシュ re-c-o-r-d-4.pdf2020 年4月26日閲覧ありがとうございます。